バトルアニメや漫画には、主人公や仲間を強く育てた師匠の存在があったりする。弟子に対し強さだけではなく、人の道も示す人間として大きな存在。そんな師匠が弟子のピンチに駆けつける、なんて展開はいつだって熱いよね。今回紹介するキャラは、鋼の錬金術師に登場する泉カーティスだぜ。今作は、錬金術という技術が、人々の生活を支えている世界の中で母を失ったエルリック兄弟が、母を蘇らせようと、禁忌とされている人体錬成を行い失敗して、エドは右腕と左足、アルは体を全て失ってしまう。二人は失った体を取り戻すために、賢者の石を探すことになるんだ。泉は過去の過ちで弟子を取らないと決めていたんだが、エルリック兄弟の熱意に負けて弟子として二人を育てたんだ。錬金術師としての腕はかなりのもので錬成陣なしでの錬成も可能でかつ、体術の腕も相当で、ホムンクルスの魚体を軽々投げ飛ばしたり、格外の戦闘力なんだ。弟子に対しては、スパルタの中のスパルタ教育で、その過酷さを思い出し、エルリック兄弟は体を震わせ、顔色が悪くなってしまうほどなんだ。だが、厳しさの中にも、二人に対する愛情は深く、禁忌を犯した二人を優しく抱きしめてあげたりと、優しい一面も見せるんだ。実は、虚弱体質でこれは過去に自身も、禁忌を犯し、内臓をいくつか持っていかれたためで、泉の過去に思わず涙してしまったぜ。移動はいつだって便所サンダル、結婚18年にして、未だにのろけまくる泉にぜひ惚れてほしいんだぜ。通りすがりの主婦です。最後までご視聴ありがとうございました。